見てみます。どうでしょう。確かに見えないですよね、ライトが。でもちゃんとここにライトがあります。その隣がダクトになってるんですけど、 M の形になってます。個人的にすごいかっこいいと思った場所なんですけど、ここですね、倒立フォークになってます。 R25 はバイアスタイヤなんですけれども、 R3 はラジアルタイヤとなってます。エントリーモデルのオートバイのホイールにはですね、表裏がはっきりした、型抜きで作った感がバリバリあるホイールが、よく使われるんですけど、このバイクに、関して言えばですね、そういった雰囲気じゃなく、いいですね。はい、リアサスペンションです。プリロードがかけられるようになってまして、乗車した時の車高が変えられます。乗用だとこの位置が乗りやすいのかな。ちょっと私にはですね、この位置が合いません。もし、カスタムするとすると、後ろに下げて高くするバックステップを導入したいところです。メーターは全てデジタルです。